あんた、いいカムだぜ。
行くぞみんな。私たちは無敵だよ。行くぞみんな。じゃんじゃん続け。覚悟してよね。
続けていこう。やったね、完全勝利。
かしてよね。くらえ。これを。覚悟してよね。
無理しちゃダメだよ。続けていこう。みんなよく頑張ったね。覚悟してよね。じゃんじゃん続け。私は無敵だよ。
無理しちゃダメだよ。続けていこう。やったね、完全勝利。行くぞみんな。
覚悟してよね。くらえ。続けていこう。みんなよく頑張ったね。
行くぞみんな。覚悟してよね。続けていこう。くらえ。よし、いざ勝負！
君がいてくれてよかった。よし、いざ勝負。くらえ。君がいてくれてよかった。覚悟してよね。よし、いざ勝負。あたしたちは無敵だよ。よし、いざ勝負。あたしたちは無敵だよ。無理しちゃダメだよ。続けていこう。
そういえばさ、あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて。どんな匂いか確かめてみた。へえ。で、どんな匂いだったわけ。そっか、うん、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。うわぁ、何するんだ。やめてよ。今の声聞いた。今度は本当に聞こえたよね。あの声はきっと。あの子たちだ。なんかヤバそうな雰囲気。急ごう。ちょっと待った。その子たちをどうするつもり。モキヤ。はい、なんすかあんたら。こいつらは俺らが見つけたんすよ。どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか。文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキヤかっこいい。ほう、面白い。文句があるならどうするんだ。ん、ちょっとだけ俺好みのお姉さんよ。あんたに何ができるんすか。俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。
私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。そうでしょ。なになに、あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない、私にお任せくだされ。うむ、よくぞ言った。それでこそ我が弟子ならば、思う存分バトルがよいぞよ。ノキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ、笑えばいいんすか。つーか、うぜえっす。どっちもズタボロにして、アカウントも借り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。エンテ、いいカムだぜ。続けていこう。すごっ、君ってマジ強だったんだ。もはや教えることは何もないぞ、我が弟子よ。ってやってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん？この声は。ジミケンさん。え？ジミケンってあのジミケン？ジミケン、略してジミケン？Yes! I am Jimmy Ken! Yahoo! おい、お前ら、イケてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんなイケてない感じになる？ Tell me please, as soon as...すみません、ジミケンさん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳。全然ロックじゃないね。ロケンロールにはほど遠いね。今のユウたちを例えるならそうだな。リバースシング、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちもゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし。で、
あんたらかな？悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、地味犬がなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターであるフー！俺様のワンモアフェイスってことさ、フー！は？表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って。どう？ロックス。悪魔的にロックンロールっす。ですよね。てか、あんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？超ウケるんですけど！え？嘘でしょ？冗談でしょ？ひょっとしてあんたらあれ？ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ？愛で地球を救っちゃいたい感じ？いまだにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる？このフィーリング。もうやめて。私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか。やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ？ユウ喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。マジロックすぎるっす、地味犬さん。やっちまってくださいよ、地味犬さん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの？とりあえず応援しよう。頑張れ、ノキア。ごめん、アグモン、カブモン。私、もうダメ。このドリクラ攻撃に、これ以上耐えられそうにないの。すきゃりゃー！ダーティーコード響かせな！続けていこう。
続け。そりゃ。続けていこう。続けていこダメ。続けていこう。そりゃ。それ。じゃんじゃん続け。それ。それ。これを。続けていこう。これを。
続けていこう。あーはー、使えねえなこのデジモン。しょぼすぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言っとくけど、俺様まだ本気じゃないから。今の前奏？いや、その前のチューニング？まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンギングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。おやおやおや、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ？パワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律？なもんとっくになくなっちゃってますけど。ま、主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロッケンロール。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う。ザクソンの規律を乱す者は。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとかもう無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ。全部冗談。冗談だって、本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギグらなきゃなんで。バイバーイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんどす？はい？
どこのチームのもんか分かれしまへんけど、見逃したりますさかい。はよう言んでおくんなまし。はあ？おっと、そこなデジモンはわっちがもらい受けます。あんた、いきなり現れて何言ってんの？ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、わっちと遊んでくれはりますの？これはなんとも、よろしおすな。体が熱うなります。アンジョを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ。帰ろう。いや、もういけずやわ。せっかくええ気分でしたのに。アンさんら、またどこぞで会う機会もありましゃろ。それまでわっちのこと忘れたらあきまへんで。わっちも、その不細工な顔忘れまへんえ。ほな、サインなら。な、何よあいつ。わーい、ムキヤが、ムキヤが来てくれた。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして。俺ならこの子に。ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。ああ、アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って探してたんだ。そしたら、あの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら、今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよくわかってないんだけど、君たちデジモンって、確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが人間に作られた？え？どうしたの？私、デジモンに受けるようなギャグ言った？言ったよ、ねえ。うん、いたいた。人間が僕たちを作ったって。え、違うの？ノキア、やめてよ。そんなわけないじゃん。僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん、ちゃんと生きてるって気がする。私たちと同じに。うん。あのね、ノキア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。
違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて二つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？わかった？わかった。なるほど。君ついていける？嘘！ヨヨスカ？とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意思でこの世界に来た。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ？言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、絶対に思い出せる。っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。ノキア。ありがとうノキア。僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？そうだな、差し当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有志的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキアと一緒にいていい？どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だった。と
本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど、君も頑張ってね。私も頑張るからさ。